様こんにちは、スタイリストの三好凛香です。本日は GU& Beautiful People、 そのコレクションについての私が購入したもの、そして返品したものみたいなことをご紹介したいと思います。イネスを購入した後、その3月3日の午後に狙ってたものが残ってて購入したんですけれども、それをですね、いろいろ考えて返品したりですとか、後で考えてやっぱり追加購入したりですとか、そういったことをやっていました。あんまり大人の、ね、方には GU は関係ないわと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、もしカジュアルがお好きな方、そういう方にはもしかしたらちょっと参考になるかもしれないので、よかったらぜひお付き合いいただけると嬉しいです。私は普段はですね、このような感じで一般個人向けのスタイリストサービス、 OL さんから女性管理職、経営者様までファッションのアドバイスとかショッピングの同行を行っております。それとともにビジネスファッションの企業研修も行っております。こちらの凛香チャンネルでは、40代以上の大人の女性の皆様が今の大人の自分がもっと好きになっていただけるように、ファッションをセンスではなくて論理的に分かりやすく解説するチャンネルです。よろしければぜひチャンネル登録をお願いできると嬉しいです。早速その GU& Beautiful People、 そちらで購入したアイテムについてご紹介してまいります。それではまずビューティフルピープル、こちらのブランドについて簡単に説明したいと思います。元コムデギャルソンのデザイナーである熊切氏がメインで、ファッションの先入観ですとか既成概念、そういったのにとらわれず自由な発想でデザインをされているブランドです。同じ商品なのに子供から大人までのサイズ展開を行ったりですとか、当然のごとくユニセックス、男女関係なく着られるようなアイテムを発表しています。トレンチコートですとか、それからライダースジャケットが有名なので、ご存知な方もいらっしゃるかもしれません。こちらのブランドのコンセプトとして、世代を超えて着られるようなもの、そして普通のアイテムなんだけれども普通に見えない、普通じゃないもの、そういったものを作られています。ですので今回ですね、 GU さんという若いブランドながらも、やっぱり世代を関係なく年齢なんかも関係なく、自分がね、着たいと思ったら着ていい、そういうような根底のコンセプトがあるので、私もそういうコンセプトに共感して、今回ぜひ買いたいなと思って考えていました。コラボ商品なので、素材感ですとか、それから小さなこだわりですとか、もちろんデザイン性、そういうのが GU さんの通常の商品よりもかなりランクがアップしています。その分お値段も GU の割には高くなってるんですけれども、そういう部分で大人の方も着たいと思えば着ていいんじゃないかなって私は思います。では私がお返しした商品と、それから購入したアイテム、そちらをご紹介させていただきます。それでは私が購入したのに返品したアイテム、そちらからご紹介したいと思います。そちらはこちらのタックワイドパンツ、ビューティフルピープルです。こちらはですね、2タックですんごい極太のワイドパンツになっていて、ヨーロッパのコレクションでもこういう幅の広いワイドパンツっていうのはコロナ春夏に出てました。ですので私自身もこういう幅の広いワイドパンツで黒が欲しいなと思ってたところに、このコラボのコレクションが出たので、いやぜひ買いたいなと思って、実際に店頭でたまたまですね S サイズの黒が残っていたので、試着していいかなと思って買って帰りました。ですが買った時は良かったんですけれども、自宅でもう一回じっくり履いて着てみるとですね、あのヒップの部分がどうしても体に合わないんですよね。私自身ウェーブ体型で、いわゆるこう洋なし型のヒップの大きいそういう体型なんですけれども、腰が低いのでウエストの後ろの部分に、こういうこの背中の後ろの部分ですね、そこにお肉があんまりついてなくて、それでガンってヒップがあるんで、どうしてもパンツを履いた時に後ろ、まあスカートでもそうなるんですけど、後ろがちょっとウエストがラインが下がっちゃうんですね。このワイドパンツもウエストはキュッと細いんですが、かなりバンと幅広になってるんで、重みもあってどうしても後ろに下がっちゃう、そういう部分もありまして、その下がった分がヒップのところにこうボコッとした変なシルエットが出ちゃうんですよね。もともと幅広なんでバンと広くは見えるんですけれども、
後ろから見た時にヒップだけボコッと出てるような感じのシルエットにどうしてもなっちゃうし、ベルトでちゃんと固定してもそういう部分だけはお肉がないんでずれちゃうんで、なかなか固定できないんですね。ですので自分としてはこういうの履いてみたかったんですけれども、結局体に合わなくって変な形とか変なシルエットになるものっていくら安くてもちょっとどうかなと思うので、泣く泣く返品しました。ウェーブの人でもね、大丈夫そうな人はもちろんいらっしゃいます。人によって違うとは思うんですが、私の場合はどうしてもそういう風になりがちな傾向なんで、パンツの後ろ姿っていうのを必ずチェックするようにしています。では私が後からわざわざ追加して購入したもの、そちらをご紹介したいと思います。それはこちらのトレンチコートビューティフルピープルです。こちらはお値段が7900円で、ベージュとそれからブルーと黒ブラックの3色展開だったんですけれども、もうベージュですとかブルーなんかもかなりもうサイズ切れを起こしてるみたいです。こちらの商品は男女兼用のサイズ感で、通常の S とか M っていうよりももともとオーバーサイズっていうのもあって、かなり大きめのサイズ感になっています。私自身 S と M と両方着てみたんですけれども、あ、 L も着てみました。全部着てみたんですが、結局 M を購入することにいたしました。通常こういうオーバーサイズのものって似合わないことが多いんですが、こちらはまあデザインが A ラインで広がってるっていうような感じもあってか、全然自分としても着た感じ OK だなと思って購入しました。お素材が綿が 63%、 そしてナイロンが 37%、 裏地も背中の部分と前の部分全部ついてて、それがポリエステルが 100% になっています。ナイロンが入ってるので光沢感があって、結構ですね、張りがあるしっかりした素材感です。この光沢感、若い方だとちょっとなと思う方も多いみたいなんですけれども、私自身はこの光沢感がですね、大人にはちょうどいい高めになってるなと思います。実際いろんなブランドでいろんな生地とかいろんなコートを見てまいりましたけれども、こういう素材のこの光沢感ってそんなにチープに見えないんですよね。そういった部分はさすがビューティフルピープルがコラボで作る商品だけあって、通常のいわゆるプチプラの7、8000円台のそういうトレンチコートに比べるとかなり質がいいかなと思います。あとやっぱりオーバーサイズで生地をたっぷり使ってるんですけれども、とにかく着心地が軽いです。ですのでよくオーバーサイズのジャケットなんかにはよくあるんですけれども、重くて肩が落ちてって着られ感がしちゃうっていう感じではなくて、ふわっとした着心地なので、それもあって私でも大丈夫だったのかなと思います。クリーニングで着ているうちに落ちていく可能性があるんですけれども、一応撥水加工もついてるんで、ちょっとした雨の日とかでも大丈夫だと思います。あともう一つ高見えポイントとしては、やっぱりボタンですね。ボタンがゴールドになっていて、オリジナルでビューティフルピープルっていう風に刻印されています。こういう部分も通常のよく GU さんのお洋服とかプチプラのお洋服ってボタンがどうしてもチープだったりして、あんまり着たいなと思わない、もしくはボタンを変えちゃったり私はしちゃうんですけれども、そういう細かいところにもとっても細かい気遣いとかデザイン性を感じる、そういうコートだなと思いました。そして襟ですね、襟も普通のステンカラーだけじゃなくて、こう上に上げてボタンを留めてスタンドカラーにすることでちょっと違う印象のコートにもなりますよね。これもとってもいいなと思います。そして私が一番購入したポイントとしてはシルエットです。シルエットはウエストを絞らないで A ラインでベーシックに着るのもいいです。結構ね、さっきのそのスタンドカラーにできるお襟が比較的張りがあってしっかりしてるので、襟を立てるのも結構綺麗に立つんですよね。それも大人が着るのに綺麗に着られるなと思います。レアにして着るだけじゃなくって、ウエストをベルトで絞ってそれで着るのも結構ふんわりした張りがある分で、クタッとならないでふわっとなるので、ウエストベルトで絞っても形状形が綺麗に保たれていいなと思います。あとお袖が結構ですね、
幅広くてベルスリーブみたいな感じで、こういうふうに袖口が広い感じのシルエットになっています。広いままで着ても可愛いとは思うんですけれども、その袖口のベルトの部分ですね、そのそこを絞って少しパフッとさせて着るのも長袖のままも可愛いですし、そのパフッとさせて絞ってグッと上に引き上げた感じの託し上げた状態のお袖も結構可愛いなと思います。ボリューム感があるんで、そういうようなお袖のタイプっていうのはこのコートだけじゃなくて今年はたくさん出ていますので、そういう着方をして下に着てるインナーに着てるものを袖口からチラ見せするのもよし、そのままグッと上げて大人だったらちょっとバングルを見せるのもよし、そういう風ないろんな着方ができるなと思います。あとですね、やっぱりそういう風にかなりふんわりしてるんですが、丈がですねそんなに長くないんですね。身長が162センチの私でこのような感じで着れてるので、丈ももしかしたら長すぎると逆に重くなってたかもしれません。ですのでですね、小柄さんでも、まあ、もし S が残ってたらっていう感じにはなりますけれども、チャレンジしてみるのもいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日は GU& Beautiful People、 こちらで購入したものと購入したけれども返品したものみたいな形でご紹介をさせていただきました。どうしても年齢とか年代にこだわる、そういうような気持ちっていうのは大人になればなるほどわかります。ですがどちらかというと大人になればなるほど自分の年齢は外していただいて、本当に着たいもの、本当にちょっと毎日が楽しくなるようなウキウキするようなそういうお洋服、それを着てお仕事でもそれからプライベートのお時間でも過ごしていただくことが年齢が上になればなるほど結構大事なことかなって私は思うんですね。ですので今回40代以上の皆様に向けてのこのチャンネルで GU のこういうビューティフルピープルとのコラボアイテム、若い方にとっても人気があるこういうコレクションをあえてご紹介させていただきました。ですのでぜひ自分に制限を持たないで本当に着たいアイテム、そういうのをやっぱり試してみたりですとか、ぜひ試着だけでもちょっとチャレンジしていただいて、気持ちが上がるようなファッションを少しでも増やしていっていただければと思います。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。